いや疲れたね。いやめっちゃ疲れましたよ。めっちゃ疲れた。すいませんね、なんか急に緊急で撮っておりますこの動画を。なんとですね、ちょっと僕がミニ四駆のパーツをちょっとですね、新しいちょっと見つけたお店に見に行こうとしたら、たまたまあるものがあったんで衝動買いしてきました。なんで呼び出されたんだろうなと思って。すいません、で一人だよね、やっぱね、これを持って新宿の街はきつかったよ。で歩いて行ったんですよ、日焼けだから。したらなんか横断歩道の向こうから、すごいものを持ってるリュウ君が歩いてるのを見て思わずカメラを回しました。マジで撮ってた？あの姿やばいですよ。そうですね、ちなみにその姿はこちらです。はい、もう前振りはいいよ、行こう。はい、今年、初めてですねミニ四駆の福袋というものを買ってみました。マジですいません、衝動買いです。すいません、じゃあ自腹で買いまして、びっくりしました。もうこれ買うしかねえと思ってこんな福袋があるのかと、自分の買い物を捨ててまでこっちに追い込みました。いきます、出します。お願いします。ちょっとこのポン、でれーん、ミニ四駆福袋、1万円、はい、1万円です。まさかこの袋だけで1万円っていうことはないんですよ。No。 まあここに書いてあるんですけど、隠してるところに、はい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 、この駿河屋さんっていうところね、駿河屋さん、もう一気に行っちゃいますか。はい、 OK。 したらですね、なんとですね、ドーンこれが、これがすごい、こういう状態で置いてありました。すごい、やばくないですかこれ。ホースがついてるんですよこの福袋、ほらこれ。しかも1万円よ、買うしかないって思うじゃん、やっぱり思いますね。いや行ったねこれ、新年一発目またでかい買い物しましたねこれを持って新宿を歩いて代々木に来たっていう、はい、しかもなんかこれね、スペシャルカラーなんですよ。オレンジ、これ見たことないんですよ。だからトリコロールカラーのコースは見たことあるんですけど、これ超限定なんじゃない、もしかしたら。ですね、見たことないですね、うん、いつも調べててもこの色出てきたことないですね。ないよね。これでミューズミニ四駆部のコースが、まあ、3つになったということですね。はい、いやマジ重かったよこれ。いやマジできつかったです。これね、交代交代でね持ってきたけど、だからコースは分かったと。まあ問題はこれ何が入ってるかってことですよ。もうさ、コースだけでこの値段は満足じゃないですか、はい、正直、はい、何入ってんだろうね。早速行ってみます、はい、ちょっと、はい、行きましょう。やべえ、やばいよ。ミューズミニ四駆部もいよいよ福袋動画も今年よかったね、できて。え、待って、なんかすごい、 やばい、本当に。何これ、え、わかんない、全然見たことない全然見たことない。ちなみにミニ四駆なの。いや、ミニ四駆だけど、でかい。いやいやいや、結構すごいかも。え、めっちゃ入ってる。マジっすか、やばい。あ、まあ、なんかね、俺がちょっと選別しながら出した。だから福袋の取り方難しいね。難しいですね。難しい。これダーン、スターターパック、これ全部入ってるやつ、モーターも最初から。はい、これだって結構するじゃないですか。2000円ぐらい多分するんじゃないかな。そうですね、だいたいそのぐらいしますよね。エアロアバンテ、エアロアバンテね。はい、これドーン、これはね、かわいい。お、頑張れクマも。おー、これはもう分かった、これもいいですね。これちょっと取っとこうかな、取っ、俺これ見たことないんだ。じゃあちょっと行きます、次。はい、バン、おお、これメンテナンスベース、欲しかったやつ。いる、俺持ってるから。もう本当ですか、うん、ありがとうございます。あげます、いただきます結構入ってるぞパーツも。続いてじゃん、 MA シャーシのファーストトライパーツ。おー、はい、続いてちょっとモーターね、いきます。ジェットダッシュモーター、おー、しかも古いやつ、多分これ古いやつよ。ちょっと公式レースでは使用することができませんって書いてあるけど、このパッケージは多分古いやつだと思う。はい、ボールベアリングの両方2つ。え、もうこれだけでさ、相当元取ってんじゃない。続きまして、はい、じゃじゃん、 AR のシャーシのセッティングギアセット。ギアセットちゃんと考えてくれてるね。はい、続いてこれフロントのステ、これはね、引っかかり防止とかに使える。いきます、はい、これです、ローラー。おー、これ最近買ったばっかりだ俺、年末に。じゃあ僕もらいますねありがとうございます。次パーツ最後になります。はい、欲しいな、かっこいい。じゃじゃん、 17mm の軽量アルミローラー。いいですね、かっこいいですね、かっこいい。はい、まあここまでで、ちょっと最後はちょっと分かんない、まだ1個あんだけど、ここまででも相当よ。相当です、
いきます。はい、ラスト。はい、じゃじゃん。なんかすごそう。なんかすごそうじゃない？マックスブレーカー CX9 でいいのか、9っていうのかな、9ブラックスペシャル。これの見たことない。めちゃくちゃかっこいいんだけど、そんで、え、何これ、すごくない？すごそう。ちょっとごめん、全然情報が分かんないから、ただすごそうっていうのだけなんだけど。確かに。はい、というわけでこれで以上になります。初の福袋としてはすごいよ。満足できたんじゃないでしょうか。僕は大満足ですし、この福袋というドキドキ感も味わいましたし、何しろコースがやっぱ一番ね。そうです。これにコースがついて1万円っていうところですよ。絶対安い。これ運命だね、多分。ですよ。待っててくれたんですよ。運命ですよ。というわけでコースも増えたし、いろいろまたミニ四駆部もパワーアップ今年からできるんじゃないかと思っております。すいません、皆さんぜひちょっと教えてもらいたいのが、この辺とかのなんかレア系だよみたいなのがあったらコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。というわけで以上、ミューズミニ四駆部福袋編でした。ありがとうございました。